こんばんは吉本興業のお笑いコンビ ABCDEU 加減というコンビの東の滑ると申しますよろしくお願いします、えー、今週、えー、11月23日月曜日祝日あ来週になりますね、えー、東京スポーツ杯2歳ステークス g 3、えー、東京芝1800メートルはいこちらございます、えー、と今のところ雨予報ですんでオモババぐらいの想定で予想させてもらいます えー、そうですね東京の芝コース雨場は結構今うちが悪くなってきてますのでこういった時にちょっと注目して見ていただきたいのはあの4コーナーで結構ばらけるんですよね。それで、あのー、やっぱりうちの方が荒れてきてるっていうことで例えば逃げ馬も4コーナー回って直線向いた時に外の方に、えー、持ち出したりするんですよね。 あのー、まあまあうち,うちの方行く馬もいますけれども基本的には外の方を持ち出そうとするのでそうなると2番手3番手にいる馬さらにその後ろの外目中段にいる馬たちが外に振られることが結構あるんですよねなので4コーナーの回り方っていうのがすごく重要で、えー、そうですねあの4コーナーなるべく2等分3等分よりも内を通って。 それで、えー、直線を向ききってからちゃんと向き切ってから、えー、と中真ん中辺りもしくは外に出してみたいな乗り方をした方があサシウマに関してはそういう乗り方をした方がうまくいくことが多いです。であのー、左右打ちをつくみたいな機種をかける時があるんですけれども昔武豊奇手とかもよくやりましたけれどもそういうパターンっていうのはやっぱりその。 あの打ちをつくタイミングっていうのがありまして、えーまあ、単純に打ちをつけばいいっていうものじゃなくて2テンポ3テンポ早く打ちから抜け出すぐらいの気持ちで、えー、抜けるとうまくはまるときがあるんですがそ,それがもう普通にあの単純に打ちついてみようきょあの距離ロスがない形で行こうっていうのをするともうあの外の馬たちが勢いついちゃって外の方が基本的には馬場がいいので。 あの時すでに遅しみたいな感じでうちの馬が沈んじゃうっていうこともあるので、えー、となかなかうちをつくっていうのは結構タイミングが難しかったりすするんですよね、えー、あと絶望的にバーバーが悪かったらどういうタイミングでもうち側つくのは良くないですしねっていうのがありましてまあとにかく、あのー、4コーナーはなるべく外は回らないっていうこと。 直線を向き切って、えー、直線を向き切ってすぐっていう風に焦らなくてもいいのであの直線半ばぐらいまで大外に焦って出す必要もないようなそういうようなあの競馬になることもあるっていうことを踏まえて考えながら見ると面白いと思います。 まあただあのそれも展開によるんで、大外ぶん回しで、あの4コーナー回りながら外を回すパターンでうまくいくこともありますのでまあその辺はあの展開によってあの？で考えていただければって思います。一番良くないパターンは4。コーナー大外ぶん回しで。 遠心力に逆らって内の方に切れ込んじゃうとそうなるとその切れ込んだところからまたゼロから足を使わなきゃいけなくなるんでそういうような競馬をすると結構馬には負担がかかるというか、あのー、全く伸びないっていうパターンになることもあるので、うん、基本的には遠心力に逆らわないよう、えー、内を回って内から真ん中目外目を回すみたいなそういうような。 あのー、回じゃない直線向いてからあの出すみたいなねそういうような形が、あのー、無難だと思いますね。で、えー、と今回本命はスマーートオーディーにしましまた武豊樹種、あのー、そういった意味でも武豊騎手っていうのはあのー、結構東京コースで信頼できるというか、えー、サシし馬追い込み場に乗る時に前にウォッカで安田記念だかヴィクトリアマイルだかで。 えとずっとバグの中で前が開かなくてやっとゴール前 200m ぐらいかそんぐらいで前が開いて一,一瞬の足を生かして差し切って勝ったことがあったんですけれどもあの時結構武豊騎手批判はされたんですけれども僕は逆にあれは武豊騎手の凄さだなっていうふうに、えー、と感じてまして、あのー、武豊騎手は東京コースでその差し馬とかに乗る時にバグの中で前が開かない時に焦らないんですよね。 焦らないから他の馬たちが他の馬に乗ってる騎手たちが焦って追い出して一生懸命せかせかしてる時に武豊騎手が落ち着いて「大丈夫だよまだ行かなくていいよ」っていうふうにそういうふうに乗るとアドバンテージができるというかあの他の馬たちが一生懸命走ってる時に楽をしてるんで馬があの末足が溜まったりするんですよね。あのそういうい乗り方を竹井貴樹はよくししますしあと 逆に言うと未熟な騎手っていうのは前があんまり空いてない状態で焦ってしまってそれがあの馬に伝わって無断体力を消耗して末足をなくしてしまうことっていうのがよくあるんですけれどもあそういったところを注目して見ていただけるとあの東京競馬結構面白いんですけれども武豊騎手がそういうなんだろう他の馬 他の騎手たちが焦ってる時にリラックスして走らせたらあこんなに馬は伸びるんだっていうことをあの教えてくれたというかあの僕は武豊騎手の騎乗を見ながら学んだんですけれども、えー、そういうのもあって今ですと福永騎手ルメール騎手なんかもそういう乗り方をよくしますし、えーまあ、秋山騎手とかその辺もあのそういう乗り方うまいですね。 なので、えー、単純に、あのー、位置取りだとか進路取りだとか、えー、そういうのを終えるをえないだとかそういうので見るんじゃなくてそういったような、あのー、細かいこと武豊き手だけじゃなく細かいことできる機種あのー、最近は増えてきましたんでそういったところを注目してみると面白いと思いますね。それであのー、スマーートオーディンは線圧勝して2000 えー、京都でちょっと結構外外を回る感じの厳しい競馬になったんですけれどもまあ,あのこの2歳馬としては厳しい競馬ミルコ・デ・ムロ騎手が乗ってたんでその厳しい中でもなんとか2着持ってきたんですけれども、えー、まあ現時点ではどちらかというと直線向くまでしっかりと足を溜めて末足を生かすような競馬が合うと思うのでそういった意味では今回東京コースに変わってしかも武豊騎手が乗るっていうのは。 すごいプラスだと思うんですよね多分あの直線向ききるまでじっとすると思うんであのー、本命には一番向いてるんじゃないかなっていうふうに思いますあのパドックで馬体見た感じでも、あのー、左回りは問題ない感じの保養してましたしあとはアメババに関してもそんなに下手そうなイメージが湧かないのでっていう感じですね血統的にはも,もうスマートオーディンはお父さんダノンシャンティですか えー、ダノンシャンティの父が富士奇跡、はい、で母系、えー、あ母系がですねこれあのー、アルザオが入っているんですね。アルザオっていうのはあのー、ディープインパクトディープインパクトの母系と同じなんですよね。結構底力があるというか、うん、な,なんかいいところがあるんですねでしょうね。僕はあんまりあのー アルザムに関しては詳しくないんですけれども、そういう血統背景がの良さがありますね、このスマートオーディンは。で、なんですかね、今の時代、ディープインパクト、もしくはハーツくらい、その辺がすごい流行ってますけれどもあ、ダノンシャンティは結構面白い血統ですね、あのそういった意味では。スマーートオーディン、 が今のところは一番目立っているとは思うんですよ富士富士奇跡っていう感じでもないんですよね。富士奇跡の欠点を補ってるというか、あのー、意外と最後まで伸びる血統ですね。ダノンシャンティは富士奇跡っていうのはあのー、直線長いとゴール前で甘くなる馬が多いんですけれども、イスラボニータとかもそうなんですけれども。 ダノンシャンティに関しては、あのー、ワンクッションを置いて出た決闘、このスマートオーディンとかはゴール前でもあのしっかりと伸びそうな雰囲気があるので、そういった意味でも注目してみてみたいですね。あのー、富士奇跡よりも勝ちきれる決闘なんじゃないかっていう風にダノンシャンティは。 あのイメージが今のところはあります今後分からないですけどねまだあのデータが少ないので、えー、続きまして対抗キラージョキラージョですね、えー、このまあ新馬戦超スローで、えー、直線突き放したんですけれども逃げてて、えー、キラージョ単純に展開が向いたっていう感じだけではなくて直線の伸びはすごかったですね東京コースだったんですけどね あのー、それでちょっとパドックの馬体ビデオを見直してみたんですけれども結構いい馬ですねこれが、あのー、血統がハーツくらいで、えー、母系がフレンチフレンチデピューティーですかあのー、あそれで兄弟が函館ナイトっていう馬ですね函館ナイトっていう馬は父親が何でしたっけね てないはア函館ナイトの場合はアルカセットだからかちょっと瞬発力が意外とないというか見た目はすごくいいんですけれども意外とピリッとした足が使えないところがあってまああの条件戦で今1000万クラスか14、えー、オープンかその辺で走ってると思うんですけれども。 あのこのキラージョっていうのは見た目はいいしさらにやっぱりハーツクライン変わったことでその瞬発力がついてるというか、あのー、本当いい感じの馬に出てきましたね。それやっぱりフレンチ・デピューティーって、あのー、意外としっかりし,してるのでハーツクライーとかあとはあのー。 そうですねスペシャルウィークとかあの辺と合うんじゃないかなって末端タイプに合うんじゃないかなって思ってますし、あのー、まあそ,それだけじゃなくてあのー、あこの後出てきますけど出てきますねステイゴールドステイゴールドなんかともあの結構相性良さそうなところがあるんですよね。 フレンチデ・デピューティーのブルドメア・サイ、えー、と母方の父としての,あの感じなんかは今後注目かなっていうふうに思ってます。でこのキラージョ、あのー、不安定はちょっと新葉さんが楽しすぎまして直線向くまで全くノーストレスで行ったんですよね。なので例えば外回ったりだとかコーナーで足を使わされるような展開になった場合 まあ内目の方にいてもあのペースアップに対応できるかどうかとかそういったところが不安定でして、まあ、すんなり1番手花か2番手とかその辺に行くかもしくはあの後方で、えー、末足に徹するみたいな末足日に徹するみたいなそういった競馬をしてくれると比較的信頼できるかなって思うんですけれどもあのまあ あのー、ちょっと双方なんか見ててもあんまり馬場が悪くなりすぎてコーナーで足を使わされる展開になるとどうかなっていうところがあるのでまあ新馬戦の時弥生も出かってるんで雨え馬場が全くダメとは思わないんですけれども競馬の質っていうのには注目してみたいなって思ってます今回。 あの間違いなく素質はありますし追い切りの感じとか見ても動き素晴らしいバネしてますんで、えー、もしかしたらダービーまで、えー、お付き合いするような馬かもしれないですからね注目してみたいですねどちらかというともうほんと極端な競馬してほしいなっていうところはあるんですけれどもそしたら勝ち切る可能性まであるかな全体的なスピード能力とかになってくるとあのスマートオーディンとかの方が上かもしれないんですけれどもあの 単純な決め足勝負とかだと大人ないレベルのすごくいい馬だと思いますね。えー、藤岡光太騎手がどう乗るかみたいなところ注目です。で3番手プロディガルさん。プロディガ,ール,さ、えー、ディガールさんはですねえー、っとあれですね超緑血ですね、えー。リアルスティール菊花賞2着とかダービーはあれか皐月賞2着の馬ですね。えー、っとリアルスティールとラングレー。ラングレーも結構。 いい競馬してあリアルスティールラングレーはあお兄さんたちはこのレース勝ってますねどっちともあのそういう決闘で注目されてて結構人気すると思うんですけれどもあのプロディガルさんはですねちょっと追い切りいやレース見てても気難しいところがあるなっていうこれが若さなのかもともとあるもんなのかわからないんですけれども本当と当てになんないなっていうような。 感じがあるんですよね、えー、それがどう出るかですよねまあアメババオモババもそういった気象が悪いと嫌気さす可能性があるのでどうかなっていうところはあるんですけれどもまあ全くこなせないっていうこともないかなっていう期待も込めての3番手にしましたねそれであ戸崎、ね、機種ですね土佐機種はオエル機ですのでそういう気,む気難しい馬を あの走らすこともできますし道中も結構丁寧に促すように乗れたりもするんでまあ渡崎騎手に期待するんでしたら本命にしてもいいんですけれどもっていう感じですねあーまあそのその気難しさが出ないかっていう不安があってうーんあと戸崎騎手結構真面目なのであのー、正攻法に乗って外回しすぎないかなっていう。 不安もあるんですよねもちろんトップジョッキーの一人なんですけれどもあんまり思い切ったことをする機種でもないのであのいて前的に馬群の中で我慢して突っ込むみたいなことはそんなにしない機種なんですよねなので、あのー、もしかしたらあらあらっていう風に気象的になる可能性があるなと思って本命は打ち切れませんでしたっていう感じですね えーそうですね、ただ見ていただければ分かりますけどちょっと丸してるのはこの馬たちはあの今後、えー、来年のクラシックでもしかしたら、あのー、出走してくるかもしれないなっていうような素質があるっていう意味で丸してるんですけれどもそういった意味ではあの今挙げたスマートオーディンキラージオプロディガールさんに関してはあの素質に関してはあの。 文句なしで。クラシックに乗ってくる可能性はあるなっていう馬ですね。はいで3番手は？1。頭だけにしました。ロスカボスロスカボスミルコデムの騎士が乗るんですけれども、あのまあ、この馬も素質なかなかあるんですけれどもなんかですね。えー、キングハメハキングカメハメハですね。すみません。言っちゃいけないこと言った。キングカメハメハで。 えと母方がマンハッタンセレブ、あこれ、あれですよね、マンハッタンカフェの血統ですね、マンハッタンカフェの兄弟かなんかですね。で、やっぱりそのマンハッタンカフェサ3区とか見ていただくとわかるんですが、うん、スパーンっていう感じじゃなくて、うん、はいっていう、のべーっとした末足なんですよね。 でやっぱその毛が出てるというかロス・カボスにもちょっと似たところがあってまあスパーンという感じではなくて、まあ、昔で言ったらブライアンズ・タイムの感じに似てるというかうーんなんかあのまあ初戦であの中京でアメババで勝ってますし えー、まあ不安定は少ないように見えますが何回意外と不器用というか、まあ、完成度のが影響している可能性もあるんですけれどもまだそのその結構人気するんでしょうけれども、うん、信頼できるほどの馬ではないなっていうふうに思ってますね。うん、コーナーナとかで足を使わせされるような そういうい小足がまだ使えないかなっていうような気がします結構もたつくんじゃないかなっていうまあた,ただ、あのー、ミルコデム6種ですしそういうまでも結構持ってくるんですよねなので馬群の方をうまくついて、えー、4コーナーばらけたところを進路取りの良さあとは終えますんでねミルコデム6種そういうので持ってくるんじゃないかっていう怖さがあるので。 廉、まあ、下にはまあ頭まであるでしょうねあのもちろん乗り方一つ展開一つでっていうふうに思ってますただあの単純な馬の能力現時点の,あの能力でいくとトップ3には入らないかなっていうふうなイメージがあります、うん、成長もどうですかね、うん 難しいあんまり成長する急激にすごい馬になるっていうイメージもない感じの馬体とその客室ではありますねっていう感じですはいまあ、ただこうやって丸してあるみたいにクラシックにはあの乗ってくる可能性のある馬ではあると思いますねでえー、っとあとはもう無印ですね基本それで抑えに アグ,レア,ーブルアグレアーブルですね。アグレアーブルは決闘は、あこれマンハッタンカフェで、ボケがシーキング・ザ・ゴールドですか。あのこのまアグレアーブル、東京で圧勝しましたね。だけど、やっぱりその、マンハッタンカフェなんですね。マンハッタンカフェのあれが出ているというか、上がり自体は早かったんですけども、結構その4コーナーで、他の馬たちが、 あ,のあんまりスピードに乗ってない時に外を回って一気に、えー、進出してきてってことは楽なままそのまま押し切った感じがありましてやっぱその溜めて溜めてスパーンっていう足がマンハッタンカフェのイメージからいくとわかないんですよね。なのであのもしかしたらあの進路取りだとか乗り方によってはあの4コーナーとかコーナーでの。 えー、入れ替わりが激しい競馬とかあとはあのペースチェンジに確実に対応できる感じかというとうんどうかなというところがあるので、まあ、やっぱり岩田騎手の一発を期待するなっという感じでしか買えないと思いますね。うんまああのー、ただでですねこののままあんまりよく見えないのにパドックで それなりに走ってきてきるんですよ、ね、そういった意味ではあよく見えなかったということは上り上がり目が期待できるということなのであ馬が変わってきてたらあー要注意ですねパドックは注目かなっていうただちょっとクラシックで勝ち負けできるような馬になる素質があるかっていうとそういうイメージは湧かないですね。 えー、ピリッとした足がちょっと足りないかなっていうところがあるので重馬場とか新彩り岩滝州でどこまでカバーできるかっていう意味であの抑え程度になならみたいな感じですすね抑えてて書いてますであとは注目はレインボーラインっていう馬ですねレインボーラインっていう馬は無印にしたんですけれどもこれはちょっと東京コースなので無印にしたんですよね。あのー このレインボーラインの決闘はアニメイトバイオフント・ルロイドラゴン・レジェンドとか結構あのー、活躍してる兄弟が多くてクズが出ない決闘って言うんですけれども、あのー、全く走らない馬っていうのがいない決闘ですね、えー、レインボーラインで、あのー、お父さんがステイ・ゴールドステイ・ゴールドで、えー、母系が フフレレンンチチデデュュテティィですねあのー、さ,さっきどっかで言ったんですけれどもフレンチデピューティーとステイゴールドっていうのは結構今シーズンちょっと名前とかを忘れたんですけどもあ結構いいなっていう馬がいるんですよねフレンチデピューティーと、あのー、ステイゴールドの配合。 であのレインボーラインいい馬なんす素晴らしいバネもしてていい馬なんですけれどもここ無印にした理由は東京コースということですねあの函館か札幌で走ってたと思うんですけれどもその時はあの道中コーナーでペースが流れてあの追い出して、えー、いい足を使ってたんですけれども。 まあ、ステイゴールドにはそういう参考が多いんですけれどもなるべく道中コーナーでペースが流れてほしい馬が多いんですよね。そう考えると今回あ東京コースですね東京コースは直線向くまで結構、あのー、楽なペースで行って直線勝負になることが多いのでどちらかというと。 そう考えるとレインボーライム今回はその決め足勝負っていう意味ではあんまりコースが向かないかなっていうところがありますただあのそれでもオルフェーブルだとかああいうような馬もいますのでこの馬ももしかしたらあの東京でも全然走るタイプの可能性はありますけれどもちょっと馬体とあと走法を見た感じレース内容を見た感じだと右回り で狙った方がいいタイプかなって思ったんで、あの素晴らしい馬で、丸してるみたいに、クラシックに乗ってくる可能性がある、素晴らしい馬なんですが、素質の馬なんですが、思い切って今回は消したっていう感じですね。はい、あの今後、注目してもらいたいですし、朝日ヒ・フューチャリティーステークスは、えー、阪神でしたっけ、阪神とかはものすごく合うと思いますね、阪神の外回りとかは。なので あのーまあ、賞金換算できなかったら出走できないかもしれないですけれども他の条件とかでもあの他の条件戦とかでも阪神とかそういったところ使う右回り使ってきたらレインボーラインっていう馬は注目し,してもらいたいですね結構面白い、えー、いい馬ですんでねはいで他の馬ちょいちょいって言って上ノ雷電は東京で勝ってましたっけ東京か 新潟で勝ったと思うんですけど左回りでちょっとあのここだと厳しいかなっていう感じがありますね大和リアクション大和リアクションっていうあまもま東京で勝ったかなと思うんですけれどもうんちょっとここだとメンバー強いかなっていうのとあんまりやめ場はいい感じはしないのでっていう感じですねハレルヤーボーイハレルヤーボーイはあのー、中山で圧勝しましたねただその時圧勝したんですけれども これは後方待機してましてそれでラスト3波論が12秒台が2波論続きまして、えー、と1波論は 200m のことを言うんですけれども、えー、12秒台12秒台で最後11秒台かそんな感じの競馬になったんですけれどもその勢いよくあ他の馬をかわしていった時が12秒台だったんですよね他の馬たち歩いてたんですよねほとんど。なのですごい足使ってるように見えて、えー、まあ あの他の馬たちが止まっていたっていう競馬だったんですよねそういった意味ではあの今回東京コースだと、まあ、直線勝負になりがちなのであんまり良くはないんですよねただあの前走とか東京コースでそれなりに足は使ってましたんで新路取り次第他の馬たちがポカをすればつける隙はあるレベルの馬ではあると思いますハレルヤボーイ。 どちらかというとやっぱりその中山で圧勝したように道中流れて、えー、末足を生かす競馬が合うので右回りとかの方がいいのかもしれないですけれども、えー、っていう感じですねはいであとアメババはそんなによくはないかなっていう悪まあこなせないことはないですけれどもっていう感じですね、えー、マイネル・ラフレシアマイネル・ラフレシアは連勝しまして 1800m、えーで,ね、で勝って連勝してるんですけれどもちょっと馬体とか双方を見た感じだと今はこの時期だとそんなに距離適性を、あのー、距離適性がはっきりしてこない年なので2歳馬っていうのは若いので1008でも強い競馬をしたんですけれどもちょっと。 このまあ1,004ぐらいがベストになってくるんじゃないかなっていう馬体と奏方してましてあのゼロからピリッとして足を使えるタイプじゃないっていうか道中ペースが流れて、えー、うまく立ち回ってみたいなところがあるので、うん、今回はメンバーが強くなることもあって東京コースちょっとごまかしがなかなか効かないのでまあアメババあとは進路取りだとかそういうのをえー そういうところでごまかしが効いてうまくいけば程度に考えればいいんじゃないかって思ってます。まあ多分将来的にはもっと短い距離を使っていくことになると思いますんでっていう感じですね。はい。以上ですね。えー、まあこの2歳馬っていうのはわからないので、えー、どうなるかわからないと思ってください。チャンスのない馬はいないっていうふうに思った方がいいと思います。どうなるかわからないです。 で、もう一つ言いたいのは僕、あのー、ずっとね、あのー、分かってるようにねいっぱい言ってきましたけどこれ全部でたらめですんでね僕の言ってることはでたらめですし僕印,印つけましたけど、あのー、こんな感じで買うかどうか分かんないですよね分かんないですし僕は本当いい加減な男でもう本当適当なことをねもう詐欺師のようにね言ってるだけであってね、あのー、これを 僕の言うことを信じて買うような人は、ちょっとあ、バカだなっていう風にねあの、思いますね。なのでね、あの僕がしゃべったことを全く気にせずね、もう自分たちで考えて、もう適当に買ってください。もう本当、競馬なんて分かんないっていうことでね、はい、あの以上で終わります。どうもすいません。